皆さんこんにちは、Bレジェンド小林です。今回は低GI 食品を食べると痩せやすくなるのか、ダイエットに低GI 食品はおすすめなのかということについて解説していきます。長い間 Bレジェンドチャンネルをご視聴いただいている方の中にはですね、なんか結論が読めてきたという方も、ね、いらっしゃるかもしれませんけども、この低 GI 食品についてもよくですねネットで言われてますよね。 GI 値が高い食品っていうのは血糖値が急上昇しますと、それに伴ってインスリンが大量に出てしまって太りやすくなるので、ダイエットしたい方は低 GI 食品に切り替えましょうと。低 GI 食品だったらインスリンがね大量に出るということを防げるので太りにくいですよと、ダイエットしたい方はダイエットしやすくなりますよと、そういうことがよく言われているわけなんですけども、実際のところどうなんっていうのね、私が解説をしていきます。結論ですね、低 GI 食品に変えたからといってそれだけで痩せられるとかね、痩せやすくなるということはありません。カロリー制限以上の効果はないと思っておいてください。なので同じ摂取カロリーだったら高 GI だろうが低 GI だろうが同じ結果が出ると思っていただいた方がいいです。低 GI 食品にあまり期待はしすぎないでください。私がなぜそう考えるのかについて解説をしていきます。冒頭でも申し上げましたけども、その低 GI 食品が減量の時、ダイエットの時に推奨される理由としては、そのインスリンの問題っていうのがよく挙げられているわけですね。高 GI 食品っていうのは血糖値が急上昇すると、でそれに伴ってインスリンがたくさん出てしまって体脂肪が増えやすくなる、なので太りやすいですよと、減量中にはダイエットしにくくなりますよと。で低 GI 食品の場合は血糖値が緩やかに上がっていくので、インスリンの分泌が抑えられてダイエットしやすくなる、太りにくくなるっていうことは、ね、よく言われてるわけなんですね。でここでまずね、その GI というね数値概念について簡単に解説をしておきますと、ものすごいねざっくり言ってしまうと、その食品がどれだけ血糖値を上げやすいかということを数値化したものです。ブドウ糖を100として、そのブドウ糖は基準になってます。でブドウ糖に比べてどれぐらい血糖値を上げるかということで数値が決まってます。まあ、なので GI が90だったら、まあブドウ糖を100とした時に、まあその 90% ぐらい、50だったらまあブドウ糖の半分みたいなね、そんな感じで思っといてもらったらいいと思います。詳しいことが知りたかったらググってもらうといろいろね勉強になるかなと思いますけども、まあこの GI がどういうものかっていうことは、まあ今回の動画とはあまり深く関係がないので、もう本当に簡単なね説明にとどめておきます。まあなので GI が高ければ高いほど血糖値が上がりやすいというのは本当なんですね。なぜそれがダイエットと関係ないというふうに私が考えているかというと、実はその血糖値の上がりやすさとインスリンの分泌量っていうのはあまりですね関係がないんですよ。巷で言われている血糖値が急上昇すればそれに伴ってインスリンがたくさん出るということが、実はそうではないんですよね。低 GI の食品を摂ればインスリンの分泌が抑えられるかというと必ずしもそういうわけではないので、そうなると低 GI を勧める人たちが言っている低 GI 食品を摂るとインスリンの分泌が抑えられて太りにくくなりますよ、痩せやすくなりますよという理論が破綻してしまうわけなんですね。でこのある食材を摂った時にどれぐらいのインスリンが分泌されるかっていうのを数値化したインスリンインデックスという指標も実はありまして、このインスリンインデックスと GI を比較しながら見てみると、まあ、結構面白くてですね、実は低 GI の食品がインスリンインデックス、インスリンの分泌量では高 GI の食品と同じぐらいの水準だったっていうことが結構あったりするんです。例えばですね、ある研究だと牛乳とヨーグルトの GI、 これはすごい低 GI なんですけども、だいたい GI が15から36というふうにまあ言われてます。ただこの牛乳とヨーグルトのインスリンインデックスを見てみると GI91 の白い食パンと同じレベルのインスリン分泌量があるんですよ。なので低 GI なのに高 GI の食パン食べた時と同じぐらいインスリンがバーンと出ちゃうわけなんですね。そして他にもですね、チーズですとか、あとはお肉、お魚なんかも実は多くの炭水化物系の食材と同じぐらいのインスリンインデックスに収まることが多いんですね。
GI だとこういうタンパク質系の食べ物っていうのは糖質量が少ないので GI も低く出る傾向にあるんですけども、 GI がお肉やチーズなんかよりも高いはずの炭水化物系の食材と同等のインスリンインデックスの数値を持ってたりするわけなんですよね。なので GI の低い食材を食べればインスリンの分泌が抑えられるかというとそういうわけではないので、GI の低さとインスリン分泌量の少なさっていうのは実はね関係がなかったりするんですよね。なのでそこはね注意をしていただきたいなということです。もっと極端な例でいくとベイクドビーンズなんかは、まああんまり日本ではね食べないものですけども、まあアメリカとかねイギリスなんかではよく出てくる食材ですけども、このベイクドビーンズは低 GI 食品に入るものなんですけども、インスリンインデックスは120とねめちゃくちゃ高いんですよ。低 GI のくせにめちゃくちゃインスリンが出てしまう、そういう食材もあったりするわけなんですね。で、まあ、食材単体を見てもこのように GI とインスリンの実際の分泌量の間に乖離があるということがわかるんですけども、これはいろんな食材を組み合わせて摂った場合にも同じようなことが言えまして、糖質とタンパク質や脂質を一緒に摂ると GI っていうのは下がる傾向にあります。タンパク質とか脂質の方が消化吸収がゆっくりになるので、糖質だけで摂るよりもタンパク質や脂質を合わせて摂った方が血糖値の上昇っていうのは緩やかになっていって GI も低くなる傾向にあるんですね。ただインスリンの分泌量でいくと炭水化物と脂質やねタンパク質を組み合わせた場合に逆にですねインスリンの分泌を促進してしまう、そういうケースもあったりするわけなんですね。例えばですね、じゃがいもとバターよくある組み合わせですよね。じゃがバター美味しくて私もよく食べます。このじゃがいもとバターを一緒に摂ってインスリン分泌が促進されたというね研究もあったりします。そしてですね、2型糖尿病の患者さんを対象にした研究なんですけども、この研究ではカッテージチーズとブドウ糖を一緒に摂った場合には、このカッテージチーズとブドウ糖それぞれを単体で摂った場合に比べてインスリンの分泌量が増えたというふうに結論付けている研究もあったりします。なので GI が下がるような組み合わせであってもむしろインスリンの分泌量が増えてしまう、そういう組み合わせもあるので、実は食材を組み合わせた場合でも GI とインスリンの分泌量とは差が出てしまうよということも覚えておいていただければと思います。で、まあ、ここまでね見ていただければ、じゃあその実際に GI の高い低いとインスリンがどれだけ出るかっていうところに相関がないので、まあ、低 GI 食品をねあえて痩せるために選ぶメリットはないんじゃないかなということが分かっていただけると思うんですけども、実際にこの GI 値が痩せやすさにとって関係があるのかどうかっていうことを調べた研究もいくつかありまして、例えばですね、 GI の高い食材や食生活の人と GI の低い食材や食生活の人を比べた研究ですねをこういろいろねまとめたシステマティックレビューというね種類の研究なんかでは、合計で31の研究をレビューしたわけなんですけども、その中で低 GI 食品を摂ることと空腹感が抑えられたり満腹感が増したりっていうこのダイエットにとってプラスの作用がある、そういう相関が見られるというふうに結論付けた研究は約半分の15の研究だったとされています。残りの16の研究では低 GI の食品食生活と満腹感が得られたりとか空腹感が抑えられたりとか、そういうダイエットにプラスになる作用と相関がなかったと、関係がなかったというふうに結論付けた研究だったわけなんですね。なのでこのシステマティックレビューでは調べた研究のうち半分以上が実はその低 GI とその食欲に関して関係がないっていうふうに結論付けられてしまったわけなんですね。そしてまた別の研究では高 GI の食事を摂るグループと低 GI の食事を摂るグループに分けて合計で36週間にわたって観察をした研究があります。36週間ってなるとですね9ヶ月なのでかなりの長期間にわたっての研究なんですけども、この研究では最終的に肥満の被験者の体重減少に関しては減量食の GI を下げてもカロリー制限以上のメリットはない
というふうに結論付けられています。当然これは肥満の被験者なので普通体型とか、まあ、ちょっとね太ってる方とか、まあ、あとはねがっつり鍛えてる方とか、そういうありとあらゆる方に当てはまるというものではないと思うんですけども、それでもですね、いろんな研究で実はその低 GI の食品と満腹感とかね空腹感とかそういったものは関係がないっていうふうにされていたりとか、まあ、カロリー制限以上のねメリットは低 GI 食品にはないですよということが、まあ、明らかにされていたりとかしているので、あまりですね低 GI の食品に期待はせずにですね、それよりももっと大事な全体のカロリーの収支ですね、摂取カロリーと消費カロリーのバランス、しっかりと痩せたいときは食べる以上に消費するということと、あとは三大栄養素のバランスですね、タンパク質、脂質、炭水化物のバランスをしっかりと守って理想的なねバランスを保ったまま生活をすると、そういうところに気を使っていただいて、それに加えてですね低 GI の食品でお好きなものがあって食べたいものがあるのであれば取り入れていただくぐらいに留めていただくのがいいと思います。減量に入ったけどなるべくたくさん食べたまま痩せたいので低 GI の食品に変えますとか、痩せるためにあんまり好きではないけども無理やり低 GI の食品をね食べるようにしますと、そういうことをしていい結果が出る可能性は低いので、あんまりですねその低 GI の食品に期待はしすぎないように、もっと大事なところに目を向けて生活習慣食事整えていただければと思います。ということで今回は低 GI 食品を摂ると太りにくいのか痩せやすくなるのかということについて解説をしていきました。実はこの GI とインスリンの分泌量との間にはあまり関係がないので、巷でよく言われている低 GI の食品を摂るとインスリンの分泌が抑えられて太りにくいとか痩せやすくなるということは実はですねそんなに可能性は高くない。そのためカロリー収支とか三大栄養素のバランスとかもっと大事なことに目を向けていただいて、低 GI 食品にあまり期待をしすぎるのはやめましょうというお話でした。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 B レジェンドでは公式 LINE で毎日お得な情報を配信しております。概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にもですね B レジェンド毎月新商品出したりですねお得なセールを開催したりしております。そちらもぜひチェックよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。